潜在意識をね、本当の意味で書き換えていくということを、えー、するためには、えーまあ、潜在意識と潜在意識というものをね、えー、超えていかないといけないんですね。えー、これはあくまでも潜在意識、潜在意識っていうのは、えー、相対の世界の中に、えー、の話なので、えー、両方ともを超越していかないと、本当の意味で、えー、自分の、まあ、無意識っていうのを えー、書き換えていくってことがね、できないんですね。だから、えー、無意識っていうのは、まあ、自分ではわかりません。で、これはもう、どうして無意識っていうものが、そんあのー、ね、存在するかというと、まあ、これはですね、もう圧倒的に、えー、圧倒的というか、あのー、当たり前のこととして、自分のことは見えないんですね。えー、自分のことを見えることができないので、えー、自分のことを認識することができません。 自分のことが認識できないので、えー、もう何もわからない。無意識の状態で生きているということになります。だから、自分が何を思っているかがわからない。何を考えているのかがわからない。だから、そのわからない無意識が現実化してしまうわけですよね。だから、それを変えようということなんですけども、だから、その、 わからない無意識は、実は、目の前に現実化していた、ということなんですね。この目の前に現実化していた、えー、自分の無意識。ねえー、それを、現象化させたときに、どういう感情になるのかということですよね。それが、えー、自分の中の無意識として、現実化していますよ、ということですね。で、これを、 おじゃあ、ネガティブなものは現実化してはいけないので、えー、プラスに考えましょうって言って反転していったわけですね。えー、プラスにか考えれば考えるほど反転していくというふうに、マイナスに反転していくというふうになっていたわけですよね。だから、えー、本当の意味で、えー、書き換えていくっていうのは、目の前を え、に自分が映っている世界であるということを理解しておかないと、え、書き換えたとしてもまた戻ってしまうんですね。脳には現状維持機能というのがありますので、え、一旦書き換えたと思ってうまくいったと思っても、また元に戻ってしまう。ね。え、あれって何だったんだろうとか、例えばうまくいってたと思ったのに、なんかダメだ。 になってしまったとかねえそういうことも起こってきますだから、えー、その反転を起こさないために、えー、目の前の反転した世界を見ていくちょっとね言葉で言うとすごくこうややこしくなってしまうんですけども、えー、実際には、えー、すごくシンプルな、えー、システムになっているんですねでまあいつものようにシステムの方は、えー、右下の、えー、逆三角形のね えー、概要、えー、を、ポチッと押してもらうと、えー、概要欄の方に開いていきますので、その概要欄を、の中にね、7日間の無料のメール講座を用意してますので、そちらをご覧になっていただくと、えー、もっとね、詳しく、えー、システムの方が見れますので、ぜひね、ご覧ください。また、あの、同時にね、ブログの方も概要欄にありますので、そのブログからは、えー、僕のね、えー、 生の講義スケジュールもありますので、その生のね、ライブにもぜひ遊びに来てください。えー、そういうね、生なんか、生の講義空間をね、体験してもらって、またね、えー、こういう YouTube とか、そういう7日間講座を見てもらうと、あ、意味が分かってくるね。ねまた体験をしてくる。 がで、きるのでこここういういととを言ってたんだなってことがね、えー、分かります。でまた、えー、同じ体験でももっと深くね、えー、体験していく。これはね、もうミロスの醍醐味の一つなんですけども、もうどこまでもね、深く体験していく。もっと、あ、これ、この間と同じことを体験したけど、全く違う、もっと深いことを理解できるようになって、また自分の世界が変わってきたなっていうね。 そういうふうになりますので、ぜひね、えー、ご覧になってください。でね、えー、まあ話が戻ってくるんですけども、えー、自分の無意識ね。だから無意識だらけなんです、我々は。自分のことが見えないからです。自分のことが見えないから、すべてが無意識になっているわけですよ。何もかも、自分の意識そのものすべてが何もかも100%です。見えないから、自分が。だから、えー、全部が無意識になっています。 だから、どうしても目の前の3 6十度のこのミラーワールドに、人物や現象に自分の無意識を映し出して、それを受け入れていく、ね、理解していくということをしていかないと、自分のことそういうね、無意識を書き換えていくということができないので、本当にこれは画期的な、もうすごいシステムなのでね、ぜひ、これをね、やってみてください。あの、 本当にね、えー、今なんか、あの、うちが出て、うちから出ている本をね、読んだところぐらいから、離れた家族まで、えー、急に仲良くなっていたとかね、お父さんとお母さんがなんか知らないうちに仲良くなってたという報告を、えー、兄弟から聞いたとかね、えー、そういう話なんかも結構最近聞きますね。で、また、あ,あの、本を読んで、えー、結婚をしたとかね、えー、そういういろんな、 えー、まず、あ、経済も、良くなったとかね、えー、そういう報告をね、よく受けます。これはあのー、面白いので、ぜひね、皆さんもそういう経験があったらね、えー、ぜひあのー、コメント欄の方にコメントしてください、えー。どうも今日も最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。えー、次回もね、聞き逃さないようにチャンネル登録の方しておきましょうね。えー、よかったなと思ってくれたら、グッドボタンとシェアもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。